DM くれたもんね。ちょっと待って、ローランドさんの写真ついてまだチラチラ見えへんのってちょっと言ってた。そうだよね。そうです。で、全然つかないから、さっき催促したのに全然つかないから返金しろって言ってるんです。ちょっとついてないわ。そうです。急ぎでお願いしたいです。マジか。ミスった。初めまして。ごめんなさい。内勤さんから僕締めて全然聞いてなくて。聞いてないでは済まされない。稼ぐなら覚悟しろ。A の3番の方が、うん、帰るって言ってるんですけど、まだ1回も椿さんが来てないみたいな。え？ですよね、ずっといますよね。そうそうそう。今宵クレーム殺到のローランドショー、ホストクラブの全国制覇、ローランドの野望はどうやら本気だった。今年2月にオープンした大阪店では、早くも会長ローランドがテコ入れ。それはゲスト出勤っていう形で、歌舞伎町の売れっ子が南に来て、やっぱ歌舞伎町の凄さを見せつけると。で、逆に大阪で売れてるやつは歌舞伎町行かして南の凄さを見せつけてこいっていう、こうなんかいい刺激になるじゃないですか。一石二鳥のあざとい計算。そう、天下の歌舞伎町から大阪へと送り込まれた刺客といえば、お好み焼きまだ食べてないの？なんか有名なとこ知ってんの？人呼んで暴走機関車鈴鹿つばき。その身一つで昨年なんと4億6000万円を売り上げてしまった。めっちゃくちゃやらしてクソだわ、てめえら見てるクソだわなせいだよ。本当にバカがこの子、ストレス溜まってんだよこっちだって。火がついたら止まらない。ストレス溜まってんだよ。そうさ、もう行こう行こう行こう。ダメだダメだ、あれ取っちゃダメだ人だ。どこか狂気すら感じる昭和感満載の33歳。そんな男が大阪店に乗り込めば、南ごと空気が変わる。ちょっとバタバタしてますね。やっぱ初指名多いんで。あと何組ぐらいですか？あと1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。さっき DM でまた、2組増えたんですよ。なんで14、あと4、5ぐらいこれからやばい。リアルタイムで増え続ける女性たち。フロアの 9.5 割は椿の指名客。狙うはこの日の売り上げナンバーワン。俺はレペゼン歌舞伎町。この光景にかつてのライバルも、こんな来るって思ってるわけ。来ると思わなかった。まあ、10択くらいは来るかなって思ったんですけど、半分くらいは。さすがにこんな埋まるとは思わなかったですけど、オープンから。かっこいい、かっこいい、かっこいい。思ってないよね。お店にとっては嬉しい悲鳴だが、20組の新規客をさばくのはほぼ不可能に近い。頑張って。またね。気をつけてね。初めまして。ごめんなさい。内勤さんから僕締めて全然聞いてなくて。初めましてだね。宅を埋めたお客さんはほとんどが初指名。だから誰が自分の客かがわからない。こうして信じられないミスが起き、怒りに変わる。開店から1時間、椿を待ちわびた女性客。4億円プレイヤーの謝罪術をとくとご覧あれ。 DM くれたもんね。ローランドさんの写真ついてまだチラチラ見えへんのってちょっと言ってた。そうだよね。俺締めて来てくれたもんね。あ、俺に会いに来てくれたんだもんね。3回コールめっちゃ入ってるから知らないかなと思ってたけど、知らなくなってたから。いやいや、全然そんなことないよ。ごめんごめん、俺のミスだわ。忘れているよって言ってた。
なるほどね。ごめん、申し訳ない。なるほど、なるほど。そうだね、大阪と東京で値段違うもんね。クレーム対応の基本は、まず聞くこと。なんかあんまりゆっくり戻られへんなと思って。そうだね。なんかすいません、なんか安定してないやいや、全然全然、ごめん。俺の、多分、ミスで、多分来てくれてたのを絶対知ってたんだけど。やっと椿に会えた。お客さんも何とか怒りを抑えるが、タイムリミット。今日ごめんね。聞こんでもないです。申し訳ない。なんかバタバタしちゃって。ありがとうございます。DM して。ねえ。考える。考えてて。よかったらでいいから。ありがとうね。もはやボロボロだと、そこにさらに追い打ちのクレームが。 A の3番の方が、もう帰るって言ってるんですけど、まだ1回も椿さんが来てないみたいな。え、またしても接客漏れ。 A さん、 A さん自分、 A さん自分しますか。 A さん、入手入手。いや、しかも椿さん行かなかったからね。え、僕締めですか。今知った。いや、マジマジで申し訳ないです。本当ごめんなさい。俺もそれを知って来た。え、マジで。マジで。え、本当ごめんなさい。いや、もう全然忙しいから。9時半ぐらいからずっと待ってて。ですよね。ずっといますよね。僕締めですか。いや、マジでマジで。え、マジか。いや、マジか。もう申し訳ない。いやいやいや、いや、忙しいやな。いやいや、めっちゃ20着ぐらい。関係ないです。いや、そんな関係ないですよ。自分が把握してなかった、分かってなかったから、もし。今度たまにコメントしてるんやけど。今度お好み焼き怒ります。一緒に食べ行きましょう。はい、行きます。行きましょう。ここまでして、早く来てくれて。はい、あったら、もう。忙しいやろな、思って。いや、忙しくないです。満を持してやってきた歌舞伎町のエースが、大阪でとんでもない手たらく。事態を聞きつけた会長ローランドも火消しにかかるが、何が申し訳ない。いや、全然つけなかったことが。いや、エベレストもそんな簡単に登れたらエベレストじゃねえから、簡単につかないですよ。そうですよね。こいつ、この場に及んで何言ってやがる。いや、普通すいませんでした。簡単につかないですよ。そうですよね。いや、失礼しませんでした。ローランド節をぶち込むも、もはやそんな空気じゃなかったと、そこにとどめを刺したのは、そう、大阪店の代表ユージだ。実は歌舞伎町の意地を見せるつもりだった椿だったが、あいつはね、俺が来る時とかね、絶対もう合わせてね、姫たち呼んでね、ラストを狙いに来るから。あ、勇者さんも。そう、もうあいつそういう性格ですから、もう俺に合わせてもうね、姫たち呼んで、もう多分バッコバッコ勝負しに来ますよ。なんでね、今日は多分ラストね、普通に多分取れないんですけど、どうなるんかなみたいな。長年ライバル同士、その勘は当たった。はい、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 負けたよ。なんと一撃600万円。有志のたった一人のお客で、椿客20組分の売り上げを超えてしまった。歌舞伎町を背負ってきた男、彼は悔しさからか、ただただ飲むしかなかった。これは、ユージさんが指名客にお願いしたんですか。まあ、お願い
来たというか、いやちょっとたぎってきたなみたいな。で、言ったら今日椿がもうほぼほぼ宅を埋めてて、で、言ったら大阪のメンツを考えたわけじゃないんですけど、まあ、あのうちさっきウルがオールコールやったけど、まあ、あれだと負ける中で、正直自分の中で結構苦しかったんですよ。もうちょっと俺抜きで張り合えるかなみたいなのはあったんですけど、まあ、そのレベルではなかったんで。本来大阪店の代表有志は椿とは違ってプレイヤーではない立場だから、今は現地ホストをいかにプロデュースするかが問われる。しかし、ここはまだ俺がやるしかないかな。次のゲスト出勤もあって、そこに向けてやっぱりその歌舞伎の本店の方から来る人間が来て、その人すごいなって終わってほしくないんですよ。まあ、僕本来だと俺がやっちゃいけないから。でも、まあ、また違ったあの感情が芽生えるかなっていうのがあって、まあちょっと、まあ、ちょっとお願いします。ちょっと今日いけるかって。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ごめんなさい。ごめんなさい。お客さんをさばききれず、ナンバーワンも逃した椿。椿はこう思った。俺は一体何をしているんだ。